はい、皆さんおはよううございいいままますすすととと池畑ででつの顔を作る意味ということで進めてまいります自分の3つの顔を作れるようになった方々を少しね、はい、こんな感じでちょっと紹介をさせていただいて、まあ、僕自身もこの3つどころでない顔をどん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 ,どん作ってきたというのをね少し、えーまあ、ご紹介をプロフィールを兼ねてやります、まあ、僕はもともとですねこのメイクの仕事をする前に18歳で自動車学校の教員をしててねそこから 二十、えー、歳になって外食産業、エムバーガーというね、モスバーガーでずっと15年ぐらいやったんかな、まあ、そこで日本一の売り上げをね、何度も上げるようなところまで結構、えー、頑張ってまいりましてで、そこで34歳、ちょっといろんな転機があって、まあ、そこで起業したわけですけども、起業って言うとかっこいいんだけど、脱サラですね、会社を辞めるようになって、で、と同時に離婚というね。うんで 離婚したらあの娘2人4歳6歳当時そう4歳6歳か3歳5歳かなそれぐらいの,その娘2人を連れてですね不死家庭のスタートと。で不死家庭のスタートしたんですけども要は何を仕事にしたらいいかってもう全く仕事を考えずにね会社を問い出して。 もんですからねそこであの本当に食べていくためにはアルバイトしたりいろいろしながら見つけていったわけですがそこであの化粧品のね紹介販売を進めていただく人がいてそこからですそれがきっかけに美容の方に入って化粧品を販売するんであればもうとにかく女性の立場になるわからんということでもうしっかりとそのメイクとかって全然興味なかったんだけど女性の立場になるつもりでこのスキンケアを一から学んでいったわけです。 だからまあどっちかというと本当に乾いた雑巾に水がふッっとしむ,しむような形で僕ねいろんなことを吸収してまいりましたで3年ぐらいこう行商をしながらいろんな女性の家庭にこう回りながらねまつげカールをしたり商品をこう紹介したりとかしてパックをしに行ったりとかもういろいろとそういうあの本当にやれることをすべてやっていったそんな中でメイクの技術を自分の手にスキルを持つという技術を身につけたいなという気持ちになって37歳ですね そこで KYC ヒっというのをデビュー、自分が、えー、宣伝をしながらですね、どんどん告知したわけです。で、そこからスタートして、まあ、2年後か、2年後にまあ会社も作って、えー、それからサロンも3つまで増やして、従業員も抱えて、ということで、こうや広くやってきてですね、今があるわけですけど、えー、そんな中で41歳にこのェイマンね、ジャパンメイクアップアーティストネットワークというね、そういう協会の理事もさせていただきながら、50歳にして、 ようやく再婚したんです。17年間の不死家庭にピリオドを打って、今の奥さんと再婚して、 今7年目結婚生活新婚と言ったらまだまだ新婚ですけど、まあ、7年になって56歳でその全国出をしたとこういうい流れになります本当にあの自分の人生をこう別にね赤裸々に言うことはあのちょっと昔は恥ずかしかったんだけど今ねあの意外とこれがですねもう年齢を重ねてくるとどんな人にもそういうストーリーがあると思うので、まあ、僕自身は34歳が転機になったとそこから今に至ってるわけです。 でまあ、どういうことをしてるかというとも会社の経営をしたりですねカメラマン、毛ワ医師、表現者、えー、それから講師,コンタル、えー、講師コンサルタントねでカリスマをわびとプロデューサーとかジェイマンの検定メイクの検定とかで全国に行ったりしております、まあ、そんな僕が、ねえーまあ、どんなふうにしてこう顔を変えてきたかもうこれも3つの顔どころじゃないですもういろんな顔を持ってですね、えー、やってまいりました。時にはその 不死家庭ですから娘の父親の立場、時にはそのケワイそれからやっぱり親を介護するね立場であったりとか、まあ、そういういろんな顔を持ちながら人生を歩んできたので、僕はこの女性の方々に、ね、最低3つの顔を持ってほしいっていうのはね、どういうことかっていうことを後ほどねお話していきます。えー、っとまあその前にですね初めての方も見ていただいていると思いますので、ぜひね、えっと、これアーカイブを残しておきますんで、まだこのインスタつながってない、アメブロつながってないとかね、YouTube チャンネル今4つやってますんでね。で よかったら4つ見てください。そしたら、えー、今この限定でですね、メイクで笑顔になろうというグループと、えー、日本女性を元気にする会、こういうのもやっております。よかったらまたつながっておいてください。さあ、えー、それでは本題に入っていきます。まずね、えー、全国出版させていただきました、この決め手は1ミリ美マイメイクというね、えー、この本の中身を凝縮してですね、今日はちょっとやってまいります。はい、えー、またお持ちでない方はぜひね、えー、プチッとしてください。アマゾンでプチッと、ね、してください。で、この中にですね、この、えー こういう3つの顔のレシピを作ってるわけですけど、この3つのレシピっていうのは、意外とですね、これを見て読んで顔を作れる人があれば、こんな本はいらないと思うんですが、なかなかですね、自分の顔を、えー、この変化させるっていうのはね、意外と難しいっていうことが気づきました。これはプロのアーティストですらですね、なかなか自分の顔を変えれないっていうのが結構あります。実はね、潜在意識の中に、えー、影響されてるものが非常に多いということを気づいたわけですね。 で、それを今日ちょっとね、あの、ね、後で解説してまいります。でですね、あの、まあ、今日はですね、その中の 化粧のメンタルとかいろんなことも書いてるんですけどもあの、この第3章の68ページあたりからですね、ノータイプというものについてね、えー、解説してるんですけど、そこら辺をちょっと詳しめにですね、お話ししていきます。ちょうど27ページ、誰に何と言われようとも、あなたはあなたでいいっていうのと、えー、第5章の130ページの3つの顔を持つと魅力の可能性が広がりますよというところ、ここら辺をですね、お話ししていきます。はい、まず、人のメイクについて思ったこと、これね、あの前回もちょっと聞いたんですけど、 ああななたたた以外のの女性のメイクについてて思思っっっここことととどんりますか例えば地味なメイクやなとかね、えー、派手なメイクやなとかなんかきついメイクやなとかいろいろとこう見方が人によって違うと思いますね、えー、逆にですね自分がですね人に言われたことないですかもうちょっと化粧ぐらいしたらとかもうちょっと華やかに、ね、化粧あのし,したらとかね、えー、もしくはそのケばいから抑えたらとかねメイク怖いから緩めたらとかねまあそんなふうにして人から言われた経験ないですかね これは実はですね、同じメイクを見ても感じ方が違うということが言えます。これ本当にあの不思議なもんで、今映ってる写真を見て皆さんはどう思いますかね。 ある人はね、これでもまだ地味って言う人もいてるんですね。で、ある人はこれでね、結構華やかやからいいじゃないって言う人もいてるんだけど、これが派手と思う人もいてるんですね。それからある人はこの目だけ見ると、結構こう、釣り上がった、あの、囲んでるんで、ちょっとこう、怖いと思う人もいてます。こんなうにして、同じ写真でもですね、ちょっと見え方が違ったり、感じ方が違ったりします。これはなぜかというところですね。なぜそういうふうに感じ方が違うんでしょうかと。ちょっと考えていただいていいでしょうかね。 はい、これは実はですね僕自身がいろいろとこれなんでこんな感じ方が違うんかと、えー、同じメイクをしてもお客様によって反応が違ったりするわけですからここをですねきちっと検証していかないとやっぱり満足度相手のお客様の満足度がね違うということは分かったので、まあ、いろいろと二十何年かけてそれを感じてきましたまずやっぱり家電ですね。えー、そののお客用がいたち どんな両親のもとで育ったかとか、どんなお母さんにそのスキンケアとかメイクの意識を育てられたかということ。そういうことですね。それとですね、両親からの豚つがりもそうですけど、これ魂の記録とかね、えー。僕はちょっと、あの、ま、あの、マイツバボンと思うんだったらそう聞いていただきたいんですけど、えー、っと、水というのはね、すごい歴史があるって、まあ知ってると思うんですけど、水ってすごく記憶する物質なんですね。だからまあ、 人間が、えっ、ー、と、目にある、目に焼き付くってよく言いますけど、この目の中の水晶体ってこう水分がすごく多いんですこの水が記憶していくわけです。だから、地球上の歴史っていうのは、こう、海が記憶してるっていうふうによく言われるように、水ってすごく記憶力あるんですね。まあ、それをわかりやすく言うと、まあ、DNA の記録って言っといたらいいんかわかりませんが、要は本人が自覚していない記録とか記憶がですね、ずっと歴史上にあってですね、それがいろんな影響を受けてるんじゃないかと。だから、 例えば水色っていうのはすごくいい、あ綺麗な色やねって言って、アイシャドウを塗っても、それが嫌がる、恐怖が怖いっていう人もいてるわけです。これは水に溺れた経験があるとかね。そんなふうにして、えっと、どんな色が似合うとかっていうのも、まあ、大切なんですけど、まずその自分がですね、どんな記録でどういう状態に今あるかということをまず知らないとだめっていうことが、この同じメイクを見ても感じ方が違うっていうね、一つのファクターになるわけです。で、二つ目はね、 まあ、よく似てるんですけど、やっぱ環境、生い立ち、性格の違い。もちろんですね、両親が美容家のもとで生まれた、えー、美容家のサロンをしてる、えー、美容のサロンをしてるところでう生まれた、えー、もしあなたが生まれてたら、また意識がありますよね。もしくは地方のね、えー、本当に田舎に、田舎に育って、そのメイク品なんか売ってない、そんなところで育った場合はまた違います。だからは僕らは和歌山でずっと育ったので、東京にメイクのレッスン行ったときに、すごく引けよと。 感じたわけです。な、まあ、めちゃくちゃ派手に見えるわけです。その業界がね。だけどもともと東京で生活してる方なんかは派手でなくこれが普通になるわけですね。この差があって同じメイクを見ても全くギャップがあるってことですね。それからまあやっぱりあのー、なていうかな友達の影響もすごいね。思春期の頃っていうのは友達がすごく美容美容美容って言うてねすごく美容にこうあのトレンドを追ってるような友達に付き合ってるとすごく自分もそれに影響されるんだけど全く 無,ちょ無頓着な友達ばっかりが集まってたら美容どころでないわけですね。まあ、そんなふうにしてやっぱりそのメイクに目覚める時期も違うし人それぞれ。それからもう一つ大事なのがこのノータイプですね。おぎゃあと生まれた時点でですねあの、頭の中で分かってる以外の潜在意識の中で自分という気質が,からがあるわけです。その本人が生まれ持った気質っていうのは自分が知らないわけです。でそれをですね ノータイプってなるんですけど、大きく分けて3つのノータイプに分かれるということがあります、まあ。これよく行動学とかコミュニケーション学とか、ね、いろんな、まあ、何えっと、あの、えー、占いとかでもいろいろ,いろいろカテゴリーされてると思うんですが、まあ、あの大きな特徴は3つと言われてますね。ここが、えー、大きな影響を与えてると、まあ。この3つをですね、トータル的に僕ずっとこう、 トータルにこの方耳タイプノータイプはこうやって、えー、こういう生、えー、い立ちでこういう性格の人だからこういうメイクがいいっていうふうにして一つ一つこうやってそのお客様に応じたメイクを提案してたんですねである程度そこが満足度がやっぱり、あのー、満足をしていただけるようになったんだけどそれ一個一つ一つ一つアンケート取ってカウンセリングしてたすごい時間がかかるかそんな中でやっぱりこの本に書いたのがこの およそ3つの顔を作ることによって、どの方々にもこの対応できるっいうことが分かりました。そこでですね、この潜在意識にアプローチする生け式コミュニケーションメイクっていうのが、まあ、出たわけです。生まれたわけです。誕生したわけです。で、それをですね、えー、本に、えー、去年出させていただいて、まあ、こういう3つの顔をプロは作れます。プロなんて人やから作れます。当たり前です。だけど、ご自身が一般のメイクをあまりした,したことのない。 もしくは不得意な人、あまりメイクが好きでない人、まあ、そんな人にもメイクの楽しさをですね、えー、作ってもらおうということでやり出したのが、この3つの顔を作るコミュニケーションメイクですね。でこれが今ですねあの、講座として全国にも皆さんにオンライン講座で教えたりもしております。うん大事なのが自分でできるということです、はい。自分でできて、しかもその3つの顔を自由時代にですね、変化させていけれる、このテクニックとこの思考、 頭ですね、えー、まあ、知識もそうですけど、腕もそうですね、そういうのを全部ひっくるめて自分でできるようになってほしいということでやっております。まあ、本当にね、えー、っとこの方なんかでもメイクをあまり本当にしたことがなかった、でもレッスンしてこうやってできるようになったということであります。 ま、こんなふうにしてね。あの、まあ、メイクも多少変えて、ヘアもね、あの、ショートヘアでも多少こう変えていただいて、えー、っと、やっぱり服装もですね、あの、やっぱり変えていく。この方はその、まあ、ちょっと認定講師なので、こういったメイクのパレットを持ってますけども、あの、美容家の方々もこういうふうにして、えー、っと、この3つの顔を作るというね、スキル、えー、それからこの考え方にすごく賛同していただいております。じゃあ、なんでこの3つのメイクに表、 三つの表現に分けたかということになります。まあ、本当にシンプルで分かりやすい。要は、一般の方でもですね、四つも五つも六つもこの顔を変えるってなかなかまあ難しいんで、とりあえず三つだったらいろんな対照的なものを比較できるということで三つにしました。それから三の数字っていうのはすごく円がいいんですね。綺麗ない数字。えー、まあ奇数ですよね、もちろん。で、無限大にこう続いていく円のいい。 本当に数字って言って、不思議なね、えー、力を持ってる数字って言われてますから、3にしました。それから、ノータイプに言うと、やっぱ当てはまる。3つのノータイプに大きく分かれます。えっと、まあ、五感って言いますよね。皆さん、五感を通じてって言うけど、五感の中には、えっとまあ、体感覚って言って、この触れるもの、手でこう触れていくものね。手で触れたり、えー、こう、 匂いを嗅いで嗅覚とかね。で、えー、味覚ってあります。この三つをですね、まあ、体感覚といって低タイプっていうふうにしているわけです。それからあと一つは視覚ですね。えー、こう目で見ていく人、目で見る人。これを視覚型の、えー、名タイプって言います。あとは、えー、この側頭用を,、ね、を優先している耳タイプって言うんですけど、この聴覚ですね。聴覚型の方。まあ、このように三つにね脳タイプが当てはまるわけですね。その三つの傾向値が 好むメイクの傾向値っていうのがやっぱあるわけですね。それを3つにしましたということです。手、目、耳ですね。それから、えー、ここが面白いです。これね、生活のシーンに当てはまるということに気づいたんですよ。だいたいうちのお客様に来てね、あの、ちょっと先生、ちょっとあの、パーティー行かなあかんねんけど、ちょっといつも僕、私、あの、普通のナチュラルなメイクはしてるんやけど、華やかにする、なにしていいかわからないと。で、えっ、ー、と、パーティーメイクで来られたりするし、もしくはその、 例えば、まあ、お葬式ってちょっとこうあれですけどもそんお葬式ってねあっかいリップ引く人はないと思うんだけどちょっとこうシーンで言うと落ち着かした感じのシーンってあるじゃないですか参観、まあ、日でもあんまり派手になったらあかんやるし、まあ、そういう自分で生活のシーンの中で、まあ、人生の中でやっぱり華やかにする場所と、えー、抑えるところそれから自分のこう仕事においてちょっとこう凛として、ね、立ち向かっていくとかね自分を奮い立たせるとかねそういうシーンもあると思うんですね。 だからそういうのを3つシーンに当てはめていくとですね非常に分かりやすいということになって、まあ、本にも書いてますけどあの自分の顔を作るそれから自分のシーンにどう当てはめるかということを考えていくこれすごくあの楽しいんです例えば、まあ、男女の関係でもそうですね相手にどう好かれたらいいかっていうのもそうです相手の男性の方が、まあ、耳タイプの方だったら 自分も耳だったらいいんだけど、逆にですね、目と耳っていう関係性があった時に、すごくね、苦手な部分がやっぱりお互いあるわけですね。そこを、えー、その耳の男性の方に、目の私が好かれるため、好感を持ってもらうためのこのメイクのやり方っていうのがあるわけです。まあ、こんな風にして、一つ一つですね、一対一で考えるときのメイクのやり方もあるし、職場に行って自分の顔を、こういう顔で行った方が職場のカラーに合うとか、職場のブランドカラーってあると思うんですけど、そこに当てはまって、 仕事においても一目注目を浴びるとかねもしくは大きな契約取らなきゃん時ってありますね特によくあったのが保険レディの方保険の営業の方あのよくね僕あのセミナーとかさせてもらったんですけど男性の方にこのメイク、えー、っと契約を取りに行く時にご,ご自身の顔をうまく変えるだけでスッと入る場合あるんですよまあ、そういうところがね なぜそうなるかということも、この相関性というのがあって、そこも本の中にもちょっと,ょっと触れてますけどね、まあ、そういう具体的なことを言うと、すごい細かいことがありまして、まあ、そこをですね、僕の講座の方で今やってるわけです。でなぜ3つのメイクに表現を分けたっていうことを、もう一度ちょっとあの復習してください。まずシンプル、それからせあの生活に当てはまる、でノータイプに当てはまる、こういうことですね。 だから、同じ人でも仕事に向かうとき、ちょっと華やかにするとき、それからちょっとこうね、ナチュラルにするときとかね。男性の方は特にその、あなたの素顔の方が好きとかいう人が結構多いんですよね。だから、女性からすると自分が素顔になるのが嫌っていう方もいらっしゃるけど、素顔でなかっても、ナチュラルなイメージの素顔に近いようなメイクということを一つね、自分の腕に持てば、そういうことも一つできるわけですで。あとはノータイプに好かれる相手のノータイプを 読み解いてそのノータイプに自然と好かれていくような顔を作って対応をしてあげるこれはもうビジネスにおいてもプライベートにおいてもやっぱり人気出るのは間違いないわけですよねでそういう印象差の大きい3つのメイクの表現っていうのを僕はあのずっと皆さんにお伝えしてましてこれ実はですねあの簡単に言って3つの顔をはい作ってくださいってできるものであればね誰も苦労はしません、えー、だってまあ僕らも年、ね、年以上4年 以上こうかけてですね、メイクをこう習いながらですね、えー、やってきたわけです。で、プロのアーティストというのは、やっぱり専門学校行っても1年、2年、3年やってるわけですね。そんなアーティストがいろんなテクニックを駆使して、人の印象と変えたりするわけですね。で、その印象をですね、やっぱり理解してないとダメ。こういうふうな目の方はこういうふうにするとかって、ね、いっぱいスキルがあるわけですね。まあ えー、少なくともこれ今本講座でえっと使ってる資料なんですけどこういういろんな資料の中から抜粋して凝縮して作ったのがこの3つの顔なんです。だからまあできる人はできます、はい。プロの方はもちろんできますだから。だけど癖が治らないんです。できるって言っても結局自分の顔はこうやって決めつけてるその脳がですね反応するんですね <laughs> や。やめてくれってなるんです。自分の顔ちょっと気持ち悪くなるんですよ。でそれほど やっぱり脳と顔というのはすごくね、表裏一体になっているので、まずその自分の顔をあの見たときの気持ち悪さをリセットせないかもですね。そこにはね、習慣化の法則で最低21日かかるわけです。でそういうのをずっとやりながらですね、まあ、1年間フォローしたりしながら、この3つの顔が自由自在にできるような、えー、方々が増えているわけですけども、まあ、これでぜ,ぜひね、だからちょっと学んでもらいたいなと思っているわけですねで。3つのメイクができれば何があるかと。はい。 いいことあるんですよ。まずね先ほど言いましたけど人生の中でこれからどんなシーンにも自分で TPO に応じたメイクの顔を作っていける、ね、対応できるってことですねこれはもう分かりますよねでもう一つはやっぱ比較するものができてきますあの大体の女性の方聞いていくと 私に似合う色は何ですかとか、私に似合うメイクは何ですかとか、今のトレンドのメイクは何ですかっていうふうにして、まず一つを求めるんですよ。一つだけを求めてるから、どうしてもその一つができたら、次、次ってこう、どん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 こう欲望がですね、えー、満たされないんで、もうとにかく、もう、貪欲にですね、もう、どこへ行っていいか分からなくなってくるわけですよ。いろんなものをこう、取り入れようとする。 だけど、この、それはそれでいいんだけど、3つというものは、対照的な3つの顔にしてるんで、その選択肢が増えるっていうのはどういうことかっていうと、自分でバランスをとっていけるってことなんですね。ちょっと例えで言うと、このみかん、りんご、バナナってあるんですけど、私はみかんのようなメイクがいいっていうね、みかんのようなメイクをずっと探してる。 例えば自分に一番合うメイクがみかんやとします。そしたらもう後のリンゴとかバナナのメイクは必要ないっていうふうにまず普通の方考えててね。私はあれ好みじゃないからやめとくっていうそういう発想なんですが僕の言ってるのは好みではなくまずこの3つの特徴を丸飲みしましょうと。ミックスしてみてください。そしたらミックスジュースがあるようにそういうふうなメイクもあるわけです。で、その3つの要素をいろいろとですね自分で理解して いいいととこ通りをするる。うメイクもできてくるそれはですねたった3つの顔を作るって言ってるんだけど3つの顔の中にはふ 2, 2つの顔の間とか3つの顔の間とかってこういうこういうふうなねあの後で説明しますけどすごくその要素をですね組み合わせていけるわけですねまあそういうことを自分でやっていただくともう何者にも変われるというねいつからでも何者に変われるこういうことです。本当にチェンジでできるわけですね。あの 人間じゃなかなか思考を変えろとか言葉を変えろっていうのはもう本当にね言うのは簡単だけど一番手っ取り早いのはもう顔を変えることもう顔を変えてしまうとですね、えっと、本当に脳と思考がもうどんどん連動してくるので顔をまず変えていくそしてそうすることによってあなたはあなたらしい魅力を表現できるということですまあそれはそうですね あの人はギャップに惹かれますからもう同じメイクばっかり見てる人って空いてきますあの。これ男の,あの意見です。はい男の意見。大体聞いてるとそう。もうちょっと華やかなメイクできへんとか。で今度は肌にやってる人に対してはもうちょっとこナチュラルにできへんとか。でもうちょっとなんか頼りのあるようなメイクせえへん。頼りがいのあるメイクとかちょっと凛とした。ちょっとこうあのね、あの井川遥さんやったら井川遥さんがもし凛としたメイクされたらなんかすごく。 ドキッとすするわけですよ、まあ、そんなふうにして男性っていうのも、まあ、男性だけじゃないと思うんだけど人はギャップに惹かれますだからすごく柔らかそうな方でも仕事,仕事バリバリやる時にシャキシャキッとこう眉を引いてパッとこうスーツ着てたりするとなんかこう頼りがいがあってそっち側に引かれて時にはプライベートで素顔のナチュラルなメイクにスッと変えれるようにしてもらうとめちゃくちゃこうドキッとするとかね まあ、そんなの皆さんあると思いますけどね。まあ、そんなふうにして、まあ、魅力をどんどん広げていけるということですね、はいで。これが先ほど言いましたように無限の可能性が広がっていきますっていうのがここです。低迷耳っていうのがあって、その低という、もしあなたが低タイプっていうのが分かった時に、低タイプの、低タイプのそのメイクをまず学びます。で、これ一つだけだったら先ほど言いましたけども、心地いいメイク。 であったとしても違うメイク、名タイプ、耳タイプ、この3つをですね、感じ取ってもらうために3つを学びます。そうすると、手と耳の間とか、手と目の間とか、こんなふうにして、間を取りながらですね、星のようになっていきますね。要は点がですね、面になって、面がですね、まあ、輝いていくみたいな発想です。そしたらですね、今日はこの辺にしよう、この辺にしよう、この辺にしようというふうにして、まあ、ご自身で どちらの傾向の顔に作ろうかっていうふうにして自分でですね、まあ、選択しながら、自分で決めながらメイクができるという、そういうことになっています。それこそですねあの、自分の顔を作れば、今も言いましたけども、3つの脳タイプの思考まで、思考までを考えまで読み解けるようになります。まあ、これはですね、どういうことかというと、おのおのの傾向値があるんですね。だからもしあなたの 目の前に来た女性の方のメイクを見たときに、えー、どういうタイプのノータイプかということとかが読み取れるようになります。まあ、いわゆる心が,心が読めるみたいなね、そういうイメージで、相手の心が読める。まあ、あの僕がこのメイクの,その本の中にも書いてるんですけど、メイクのテクニックだけと違って、そういう方のノータイプによった特徴があって、どんな言葉を使うとか、どんな行動をするかとかいう特徴があります。その特徴をを見見ななががららメイクを見ながら 持ち物とかを見ながら、この方は耳タイプかなと思ったら、その耳タイプの特徴を自分の頭の中で浮かべて、で、自分が例えば名タイプであれば違うがありますから、そのギャップを調整しながら周波数を合わせて会話をしたりとかいうふうにしてあげる。そうするとですね、もちろん相手にとってみたら心地いいコミュニケーションですから、まあ人間関係も良くなるし、お仕事の場合であれば、まあ制約率もアップするし、そしてやっぱりその、 僕が一番よく言ってるのはこういうねあのなんかこうセミナーとかでオンラインでもそうですけどこう伝えていかなきゃん時にはどのタイプにもこうどの脳タイプにも響くような、えー、そういう 資料を作ったりとかね、えー、そういうちょっとした、えー、きっかけを作ったりとかね、まあそういうのをちょっと心がけたらいいと僕は思ってるんですね。それが一番上手なのが実はあの通販番組ですね。通販番組はその3つのノータイプに合わせていくかのようにちゃんとこれ段取りよく踏んでですね、やってるわけです。まあそこら辺もね、ちょっと言い出すときりがないんで、まあ今日はちょっと割愛しますけど、まあそんな風にして3つのメイクができれば、まあ、本当に仕事にもプライベートにも活かせると。 いうことですあなたののタタイプはどまずですね、まあ、言われて言われて嬉しい言葉でわかるって書いてますからこれから言う言葉どれが一番響きますかどれがう嬉しいですかというのをお話しますまず知的ですねっていうのがいいですかそれともかっこいいですねとかね、えー、もう一つは大好きっていうねこの3つの言葉。 この3ついいて、どの言言葉を言われると嬉しいですかまあ日頃「なになにちゃん素敵やね」「な々なちゃんかっこいいね」「美しい」あの「要は例えば綺麗な、えー、お洋服選んでるね」とかってそういうねかっこいい外見ですね名演のタイプ外見を褒めてもらう方がいいかもしくはその大好きとかね雰囲気がいいこういうのが定タイプなんですね。この中でどれが強いていいですかということになります。 そして細かいことを言っていくとこの80ページからまあその本の中の80ページもあるんですけどそれをね持ってる方はまたあの後で見ていただいて持ってない方はねぜひ購入いただいてこれまず自分の脳タイプを知るっていうところがすごく大事になってきますからまずそのおさわり星から、ね、のぞき星かそれから地獄耳かというふうにして、まあ、3つのうちどれか優先的に影響を受けているものということですから まあ、3つの特徴を皆様はお持ちなんだけど、どれが一番突出してるかということですね。だいたいですね、あの本当に視覚型だったら、もう名タイプが8割ぐらいっていう、そこまではっきりしてる人は、まあ、そんなにないんです。だいたね、名タイプが7割で、あとは2割で、あと1割っていう,う、こうちょっとバランスがあるんですね。で、そのバランスをまず自分が、えー、っと知るということが非常に大事になりますね。隠れなんとかっていうのもあるんです。 例えば僕が名タイプだとしたら、名タイプだけども、実は耳の影響をたくさん持ってるという場合があ,あるんですね。それは耳のご両親とか、耳の、えー、耳タイプの人に影響を受けて、ま、職場で長年ずっとそういう人に影響を受けてると、同じ名タイプ、僕が名タイプだとしても、耳寄りの名になるわけです。で見た感じとしては名タイプの本来のノータイプであっても、見た感じとしては耳のような 外見をしようとすするんですねでこういうのは隠れ耳隠れ目っていうんですね僕だからそういう人ってこうカウセリングしてると非常に多くって意外とそのトラウマ昔のトラウマであったりっていうのがあってそれを知った途端にですねすごくこう解放されて涙する人も、ね、やっぱり出てくるぐらいやっぱりいろんな影響を受けて人間っていうのは育ってるわけなんでまずそこをまずねご自身で見つけてもらうのが大事になります。でそれれが分かるとですねこれ 手は耳,にとかね、耳は目にってこの矢印でこう書いてるようにこういう相関性があるわけですね。でその逆に言うとこういうふうに逆になるとちょっとこう苦手意識が出るんです僕は目タ,タイプ今度は低タイプに憧れたりするんですね。でその逆を言うと僕は耳タイプの方がちょっとこう苦手なんですよ。何考えてるかちょっと分からなくってどっちかだっていうと簡単語でねもう交渉あしょうって単発的にこう。 せっかちなんで、早く決めて結果を出したいタイプなんですね。だから耳タイプはじっくり型なので、その僕みたいな感覚にですね、あの全然合わないんです。だから、その合わさないとなんです。僕自身がその自分で周波数をあえて合わしていって、じっくりといろんなお話を聞いてあげるというところが耳タイプに対するコミュニケーションの取り方であったりするわけですね。まあ、そんなふうにして、 3タイプのメイクがねあのできるということはそのメイクの思考を読み取るということなので、えー、本当にね顔が変わると相手のタイプ自分と違ったタイプの感覚思考考え方心、まあ、そういうところまで読み止める理解ができるようになります。 そんなことをですね、実はこの講座でやっておりまして、じ、ま、ゃあ、泥のタイプって、また言いますけど、あのもう一回だけちょっと具体的に言うと、テイタイプねあの、メイクで言うとこう、雰囲気で勝負する人とかね、で先ほど言いました大好き、大好きばっかり言う人、ね、結構多いんですよ、自分も言われたいけど、あの言うわけです、人にね。なになにちゃん大好き、大好きとかね。ね うわ、この、これ、この、これ、めっちゃ大好きとかね、このものに対しても大好きとかね、よく言うてます。はい。そういう方は大,大概低タイプ。で、低タイプの特徴、えっと、すごくね、嗅覚もね、すごいんです。だから、めっちゃ匂いに敏感です。もう、本当に人がすっと通った瞬間の匂いを察知してね、えー、したりね、部屋に入った、例えば、えー、っと、お店に行って、ここ変な匂いするからもう出るとかね、もう匂いがね、たまらない。 もう本当にに我慢でできないいいぐらいね匂いに敏感ですそれからね、名タイプの人は、これはもうせっかち時計って言いまして、本当にまあ僕らもそうなんですけど、結構、あの今日はちょっとお,おとなしめの服で着ましたけど、結構腫れ目でね、目立ちたいわけです。目立ちたがり。だからこう、ジェスチャーも大きい。まあ、アメリカ人みたいな感じですね。アメリカ語、お、oh, no、なおみたいな感じね。とにかくね、あの言葉が短いんです。ほんで、すごいすごいとかね。 すごいの連発結構多いんですね。まあ、こんな人が結構名タイプに多いですね。それから耳タイプの人はじっくり考えてるので、ちょっとこう間を、人をこう話してるときにっと下向いて耳でこう聞こうとするので、これぐらいの間があるかな。3秒ぐらいあったり。で、話してる方からえ、なんか無視されてるみたいな感じでですね、実はこの何考えてるかわからないっていうふうな、えー、そんなふうに思う場合があるわけですよ。 でも何を考えてるか分からないっていうことはその考えてるからその間があるわけでじっくりと物事の言葉をですね噛み砕いてるわけですその間なんですねだから知的って言われたいんですその耳タイプの人に何にも考えてないなとかいう言葉が一番タブーでもう逆輪に触れる言葉なんですねいっぱい考えてるんですねだからあの本当にそこら辺をですねしっかりと、まあ、特徴をね見分けていくのは大事だと思います さあ、じゃあ83ページ、82ページに行きますと、もう一回、あの、皆さんね、あの本持ってる方は見ていただいて、持ってない方はちょっと質問いくつか言いますね。まずお店に入ったら、匂い気になりますかとかね。まあ、先ほども言いましたけどもあの、匂いがすごく気になるかどうか。それから、名タイプの人はね、やっぱりね、デザインとかね、綺麗とかね、輝きとかね、 それからね、トレンド的なもの、そういうお店に行ったりしたいわけですよ。だから、えー、もうまず見た目で入ったりしますね。まあ僕らそうです。で、耳タイプの人はね、こ中身とかこだわりとか専門性とかね、歴史とかね、ストーリーとかね、もうそういうところまでちょっとじっくりと考えてから考えるわけです。だから店に入ったらそういうことをこう見てますよね。 それから人を見たらどんなふうに思いますかということですね。人を見たら最初に何を思いますかって先ほど言いましたけど、匂い気になるわけです。匂いとか雰囲気ね。で、名タイプの人は見た目、ファッション、色。で、えー、耳タイプの人は礼儀作法などの対応とかね。まあ、こんなふうにして、ちょっと今日はあの割愛していきます。はい。いくつかのこういう質問がありますんで、20項目あって、それをえ丸していって、どこっていうふうにな 決めるとですね、下に合計数が出て、その合計数の多い、少ないっていう順番出ます。例えば、えー、低タイプの人は左側に H って書いてますけど、これがですね、20項目のうち15ぐらいある人もいてます。そうするともう低タイプの印象がすごく強い。残りがですね、あとの5がま3と2になるとか、1と4になるとかっていうことで、次2番目に一番多いものが今度、 低タイプでありながら目それから次耳というふうにしてこう優劣というかのバランスをとりますそのバランスを自分で見ておくとですね自分がどういう脳のタイプの傾向があるかということがよくね理解できると思いますまず客観視してくださいで客観視するとその今度はその自分の特徴を知ってそれから相手の特徴を知っていく でそこら辺を、ね、全部解説しているのが人間取扱説明書という89ページになります。まあ、こら辺もちょっと割愛して、え細かいことで言うと、こういうふうにね、えーまあ、営業のされ方とかも書いてますんで、ぜひ見てください。まあ、特にねあの、これから仕事をバリバリしたいとか、起業されている女子の方も結構多いので、 まあ、あのコミュニケーション取ったり、ね、やっぱりセールスしたりするときに、まあ、相手の対応にどういうふうに反応するかっていうのはすごく大事になってきますので、まあ、営業のされ方ですね、相手がどんな営業のされ方をしたら一番いいかということを、ね、よくあの見ていくという、そういうところが非常に大事です。まあ、僕服とか買いに行った時よくあの あの話すするんですけど、服買いに行った時にシュッて入ってきていきなしなんやかんやかんやっていう人店員さんいてますよねあのすごくこの空気を読めない店員さんっていてる,いてるでしょで逆に空気を読んでくれる店員さんってすっと買いやすいでしょそれなんですね結局入ってきたお客様がどのノータイプかっていう瞬時に読み取ってそのノータイプに合わした掛け声をするだから商品のことなんかもう一切言わん ないでいいでで場合と、逆にですねあのその、商品じゃなくてその人を褒めていく場合でほっといてほしい人、まあ、いろいろあるわけですねそのノータイプに合わせてそのセールスしていく、まあ、そういうところがですね非常に大事になります。だから僕のの場合はそのメイクを、 の傾向を見て女性の方々のノータイプを読み解いていくっていうことを皆さんにお知らせをしているわけです。まあ、そんなことで、ね、この3つのお顔を作るという意味がちょっと分かっていただいたと思います。まず自分がですね3つの顔を作るとその傾向値を、ね、あの理解しできますから自分がまずやってほしい。えー、そうなると、まあ、恋愛にも結婚でもね仕事も,もちろんその経済の豊かさとか、まあ、人生においても自分の顔がですねいろんなところで。 自由時代にに、ね、作れるよううなりますすとということですだからまああ,のあなたがまず今からしてほしいことって何かというとまず自分の脳タイプを知ってくださいと「いや知ってるよ」という人でももう一回あの客観視していろんな質問にこれ答えていただいてそれからその傾向値を本当に何て言うかな俯瞰する、うん、意外と自分のことって僕もそうですけど自分のことってわからない。だから それをよく分からせてもらうためには必ず相手が、相手とかね、比較するものが必要になります。まずは脳タイプを知ってください。で、特徴を知ってください。で、特徴を知ったら今度3つの脳タイプのメイクができるスキルを学んでください。まず、テクニックですね。もうあの、理屈抜きに、まず顔を変えれるということです。しかも、ものすごく印象の差が出るように変えてほしいんです。 もうえ誰かわからんっていうぐらいちょっと雰囲気が変わるぐらいの、えー、3つの顔を作ってほしいわけですね。でその3つの顔ができると今度はその対応術今度はその相手ノータイプと違うノータイプに合わす場合同じノータイプの人同士の付き合い方とかそういう対応の仕方この術を学んでほしいわけですね。そうするとやっぱり人間関係も良くなるし仕事にももちろん人生にも 運気が上が上りますと、まあ、こういうことを全体的なことをお伝えしているのがこの本であったり僕の講座であったりします。